毎度、徹子です。韓国のムンジェイン大統領が、光復節の式典で演説したんだけど、いわゆる元徴用工問題をめぐり、日本と向き合う準備があると、日本に対話を呼びかけました。昨年の徹底した抗日メッセージとは、打って変わって、協調路線に変更した意味たいですが、もう手遅れです。ニュースの詳細。韓国のムンジェイン大統領は、15日、ソウルで開かれた日本の植民地支配からの解放を記念する光復節の式典で演説した。文大統領は、元徴用工問題をめぐり、いつでも日本政府と向き合う準備ができていると述べ、日本との協議を通じて問題解決を図る考えを改めて強調した。ただ、具体的な解決策には触れておらず、協議が進展するかは不透明だ。新日鉄住金、現日本製鉄に賠償を命じた韓国最高裁判決をめぐっては、日本製鉄が7日、韓国内資産差し押さえ命令に対し、即時抗告した。日韓関係に深刻な状態を招くとされる現金化は、年末以降になる見通しだが、資産売却手続きは着実に進みつつある。文大統領はこの日の演説で、最高裁判決は、韓国の領土内で、最高の法的権威と執行力を有すると指摘。政府は司法の判決を尊重し、日本政府と協議してきた。今も協議の扉を開いていると強調し、従来表明してきた司法手続きに介入しない立場を繰り返した。あかん。文大統領は祝辞を通じて、政府は司法府の判決を尊重し、被害者が同意できる円満な解決案を日本政府と協議してきたし、今も、協議の扉は開いていると言っているんだけど、他の国の向き合うとは、相手が折れることが前提です。今回の場合は日本が折れろ、というわけです。1965年の日韓請求権協定で、完全かつ最終的に解決しているという事実は曲げようがありません。でも、韓国裁判所は、この協定の有効性を認めつつ、不法行為に対する個人の賠償請求権は消滅しないと判断しちゃってます。でも、この問題は完全に韓国の国内問題。ここで妥協したらまた禍根を残すことになるし、問題ではない事案に対してイチャモンをつけてくることは間違いありません。資産を現金化した場合、痛みが伴うかもしれませんが、韓国経済に打撃を与えるような報復を実行するべきです。今までは、日本の恩賞で韓国の好きなようにやらせていたのですが、その手ぬるい対応が韓国をここまでエスカレートさせてしまいました。だから責任は日本政府にもあります。国と国で解決済みの問題を蒸し返して、理不尽な行為を繰り返す国の正体を世界共通認識になるまで徹底的に広報しましょう。本音。文大統領はいわゆる元徴用工問題の解決策として、被害者の人権尊重という普遍的価値に対する日韓間の共感を土台に対話の糸口を見出そうと提案しています。しかし、ボールは韓国側にあります。日本政府は日韓請求権協定に従って仲裁委員会の開催を昨年韓国政府に提案しているけど、彼らはこれを無視しています。韓国の国内問題だし、日本としてはもう何もできることがないので、あとは韓国がどう出るのか静観するだけ。対話の糸口を見つけたいのなら、目の前にありますよと誰か教えてあげないといけません。誰も教えないのか、それとも周囲の側近、官僚、政治家全員、自国で解決するべき問題ってことを気づいていないだけなのでしょうか。それはちょっと怖い話ですが、もしかするとムンジェイン大統領が全然理解できていないのかもしれません。こちらが韓国の反応です。北朝鮮の人権については徹底的に隠し沈黙しています。香港国家安全維持法にも沈黙。おばあさんの血を吸い尽くしたユンミランはどうするつもりなのですか。今まで日本に対してどんなことをしてきたのか覚えていますか。覚えているなら、日本が今更対話に応じるとは到底思えません。1965年に個人たちに渡してくれと賠償金を支払ったところ、経済開発に全部使って今更日本企業にお金を出せと言っている。寄付金を吸い尽くしてしまった政治家には何も言わないのですね。日系企業の韓国人社員を失業者にしておいて今更よく言える。
小学生が外交をしているわけではない。常識的な解決をしてほしいです。北朝鮮にはお金や物品をいろいろ与えている。しかしもらって当然とばかりに感謝もされない。これ以上国に国際的な恥をかかせないでください。毎日のように口で正義、公正、公平を叫びながら裏では真逆のことをやっている。二面性が極端に振り切っているが、ストレスは大丈夫ですか？ユンミハルは保護して日本には責任を問うのですか？共産主義を本で学んだ人は共産主義者になり、共産主義を経験した人は反共主義者となる。現在の政府を見るとかつてのパククネは間違っていなかったようだ。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。